Allez, on va revenir à notre match. Oh, là là, le petit flip-flap de Willian qui va venir dans la surface de réparation. Il y a eu un haut d'admiration. Oh oui, on valide. On valide. Oui, oui, oui. Ce flip-flap de Willian. Mais hop, voilà. Merci, au revoir. Mais et puis derrière, il y a.本日は一番リクエストの多かったエラシコの解説です。エラシコに限らずフェイント全般に言えることなのですが、エラシコであっても、例えばドラッグシザースであっても、形を覚えることは大して努力をせずに誰でもできるようになります。大事なのはエラシコならエラシコの、ドラッグシザースならドラッグシザースの動き一つ一つにどういう意味があるのか、エラシコのアウトサイドでこの押し出すのにはどういう意味があって、どのタイミングでディフェンスの重心がどうずれるか、じゃあどのタイミングでその逆をついてあげるか、理屈をしっかり理解してあげてください。僕がやらせていただいているドリ塾でも足元のうまい子がたすいて、足元のエラシコ、ここの動きに関してはすごいうまい子がたくさんいます。それともエラシコをアウトサイドで出してインサイドで返すという形だけ覚えているので、実践ではなかなか使えないんじゃないかなと思う子もたくさんいます。では実際エラシコの場合、アウトサイドで押し出すことにどういった意味があるのか。ほぼスピードがない状態、ディフェンスにじりじりと寄っていってる状態で、ディフェンスの右に抜ける、ディフェンスの左に抜ける、この動きをディフェンスに予想させる。ボールを持った状態で左に入られた、この状態でこっちに入られたと、ディフェンスが反転した時にそのさらに裏を取ってあげる。つまりリアルな、こっちから見ると右に抜けるリアルな動きが必要になります。ではそのためには足元だけでは当然フェイクだとバレてしまいます。しっかりボール越しにディフェンスの足元を見据えて、体ごとこっちに向いてあげる。しっかり膝を折りたたんでつま先を伸ばす。そしてアウトサイドでボールを触れながら肩を入れてこっちに行くぞっていう、ディフェンスにリアルなカットインを予想させる。体をこっちに向いたまま、こんなんじゃ足元がいくらうまくてもディフェンス、うまいディフェンスは抜けません。真ん中にスタンスを取ったまま腰を回して膝で押し出す。その時しっかり膝を折りたたんでつま先を伸ばして、アウトサイドでボールの中心よりやや手前側、ボールの中心の手前側にインステップからアウトサイドの面をしっかりかわす、面をかわす。そしてしっかり膝を伸ばしながら右に押し出す。その時にしっかりリアルに見えるように体はこっちに向けて、そのまま体を前に突っ込む。リアルなカットインの形のように突っ込む。突っ込みながら膝が伸びきった瞬間につま先を内側に返す。倒れて膝を伸ばしながら押し出して返す。つま先を内側に返してあげる。例えばこれぐらいスピードがなかったらつま先が縦に向いていてもボールは返りますが、実際に試合のスピード感ある中だとつま先が前に向いていたらボールは前に転がってしまいます。次に足をボールから抜くタイミングですが、しっかり膝を折りたたんだ状態でボールの中心より手前側にアウトサイドをあてがって押し出すと、ボールから離れる瞬間があります。この離れた瞬間に膝を伸ばすスピードをもう一段階上げてボールを追い越す。あてがって押し出しながら返す。状態はしっかり右に行くぞっていう体の形でボールを返すまでしっかり突っ込む。ボールが返ってからこっちの足で踏ん張ってそのまま追っかけてあげる。よく足元も体の動きも上手いんですが、上半身だけがもう鼻からこっちに行きたいのが見え見えな人がいます。この状態でいくらエラシコが上手くても経験の多いディフェンスにはまず取られてしまうんではないかと思います。
かりリアルな右にカットインする形、右にカットインする形で押し出して返す。以上で短い動画になってしまっていると思いますが、フェイントとかエラシコっていうのはそれだけしっかり簡単なことで、ディフェンスの逆さえつけばいいんだから、これがどんだけうまくなくてもいいし、この動きは逆に下手くそであってもディフェンスさえ騙せたらそれで抜けるんです。フェイントに対してはしっかり構えずにディフェンスの逆をつく。ディフェンスの重心が今どうなっているか、どこが今ディフェンスの弱いサイドになっているのか、重心が今右から左に移ったのか、左から右に移ったのか、後ろに残ったままなのか、そういうディフェンスありきでフェイントを考えるようにしてみてください。この動画は以上です。ありがたいことに多数コメントをいただくようになって、全部コメントを返すことがちょっとできなくなってしまって申し訳ないんですけど、よかったら今後もコメントください。全部読ませていただいてます。批判的な意見も全然、こういうことさせてもらって以上全然大丈夫ですし、ちょっと髪型いじられてたりもしましたけど、そんなんも全然気にしませんので、今後もいいねとかコメントぜひよろしくお願いします。当然うまいですとかためになりましたとかのコメントの方がありがたいのはありがたいんですけども、何でもいいんでコメントいいねよろしくお願いします。そして僕のツイッターも引き続きよろしくお願いします。それでは今後もなるべく週1回2回のペースでは動画上げれるように頑張っていきましょう。それではなるべく今後も週1回2回は動画上げれるように頑張っていきますので、またリクエストもね、次何しようかなと、ヒールリフトか、ネイマールのヒールリフトみたいな抜き方とか、ネイマールシリーズとかざっくり言われてます。ネイマールシリーズって何やろうかなとも思ってるんですけど、コメントでリクエストとかいただけたら僕もだいぶ楽になりますので、リクエストコメントもよろしくお願いします。次回の動画も見てください。ありがとうございました。